九条地区町見村は、1955年まで、愛媛県西和郡にあった村であり、現在の西和郡伊方町の中部、佐田岬半島のほぼ中央に位置する農業村であった。現在の伊方町の中部、佐田岬半島のほぼ中央で、北を、伊予灘に、南を、上海に面している。中央には南北に、佐田岬半島を形成する山地が、東西に横たわっている。 東は、伊方村、西は、三ツクエ村に接している。海岸線に沿っていくつかの集落が点在している。東村の付近には、中央構造線近くの断層掛け海岸が続き、とりわけ、イ予ナダ川は、険しい海岸が続く。平地は、上海川の亀が、池の周辺にわずかに見られる程度。地名の由来地古大菊中世近世、半世紀明治以降町見村の系譜。 九町浦町村聖守工事、町見村、二見ヶ浦、伊方町、合併、町政、伊方礼浦伊方村、伊方町の平成の合併の経譜については、伊方町の記事を参照のこと、九町、二見の大技があり、いずれも明治の旧村である。古くは、上海川を、下場、伊予灘川を上手と呼んでいた。九町は、村の東側、 上海川に面した湾に位置する。二見は西部に位置し、上海川の二見、下州、田野浦、古屋敷と平石峠を境として、伊予灘川の大西、都立の六集落がある。大西、都立は半世紀に開拓された漁村。役場は大座九町に置かれていた。水産業では、上島藩は、岩飼料が保護、進行し、星川、藩の専売品となっていた。 藩では、綱台を設定し、漁場管理も行い、また漁場の変化を危惧して、漁船の心臓以外の目的での山林の伐採を禁じた。半世紀の主たる漁場は、上海側であったが、末期には、瀬戸内海側の漁場も開拓され、大西、都立の漁港が築造された。その後も、沿岸漁業によるイワシが主たる漁獲物であった。農産物では、米、麦、 干渉が主要な作物であった。明治時代から銅山が開発され、南の上海に突き出した女子花に精錬所もあったが明治41年には、郊外紛争が発生するほどであり、大正期に最盛期を迎えたが、戦後間もなくいずれも閉山された。鉄道は通っていなかった。山が海に迫る地形の関係から、陸路の交通は不便であった。 里岬半島の南側の地域はいずれもそうであったが、海上を裏裏に巡る船が重要な交通手段であり、歌集や球町の港に寄港していた。ありがとうございます。